これ福山駅前の、まあ、元町付近よねの路地裏なんだけど、こんなところ店ができてたりするんよね。なんか結構昔からこの路地裏なんかこういい感じ、なんかこの配管とかさ、なんかなんていうの、室外機みたいな感じのこの感じがすごい好きでさ、あのでこの道の細さとかね、いいなと思って、前から撮影には来てたんだけど、なんか小さいお店ができてますね。まあまあ今回このお店の話じゃないんだけど、こういう細いあの路地裏もありますよっていう紹介ね。場所的にはこれ左側天満屋で、右側の自由軒があるところ、この道をこれもまっすぐ行ったらさっきのところに行けるんよ。この自由軒も味わい深いよね。で福山市民は本当自由軒が好きなんよ。好きな人本当に多いで、自由軒と稲田屋があの結構駅前だったら人気だなと思ってたんだけど、稲田屋はねなんか閉店して、あのコロナのタイミングで閉店して、でアモチンミが事業引き継いだんかな。で、まあ、この動画撮ってる今現在はいつまでやるのかは分かんないけど、天満屋で天満屋の地下かなで稲田屋のあのあれ売ってるよ、限定毎日 何本か100本だったっけ、何本か限定で、そう気になる人は行ってみたらいいんじゃないでしょうか。まあ、ちょっと見た段階で終わってたら申し訳ないけど、ずーっとやるわけじゃないと思うから、この動画見るタイミングによってはもう終わってるかもしれない。でもアモチンミがあの事業引き継いでるんで、まあそっち系で調べると何にしても出てくると思う。多分継続的に稲田屋の関東には売っていくんだと思うんで、これわかるかな、あの池田って書いてある黄色い看板の右の下側、あっこが路地になってると思うよ。あの辺だったと思うんだけど、ほんと細くて建物と建物の間のねところ、多分あそこだと思う。あの辺、まああの辺行ったらわかるわ実際。で路地入ってすぐはこんな感じ、比較的なんかちょっと新しめの、まあ、割と小綺麗な感じのこの壁がちょっと続いてるんだけど、まあ、個人的には汚い感じが好きなんで、なんか別に綺麗じゃなくてもいいかなとは思うんだけど入り口のとこはまあちょっとこんな感じね。でだんだん奥に行くとこういう感じ、なんかもう多分従業員のチャリが止めてんのか、放置の自転車なんかな、放置自転車か、なんかこの何なんだろうね、やっぱちょっとアングラ感が欲しいんだろうね俺的に。やっぱアンダーグラウンド感が好きなのかもしれない。汚ければ汚いほどいいみたいなとこあるからね撮るんだったらね、なんかかっこいいというか。でなんか多分これ従業員さんの休憩する場所なんだろうね。なんかこの室外機があって、このもう申し訳程度の椅子があって、で最低限こうタバコ吸える場所みたいな。いやこういうのたまらんのよな。なんかこの吸い殻入れもさ、なんかもうなんていうんかな、タバコ今はさ結構なんていうんだろう、タバコ吸う人なんて嫌みたいな風潮があるじゃん。でも昔は全然そんなことなかったじゃん。まあ、俺一切吸わないんだけど、なんかこのタバコを吸う人がいる感じの雰囲気とか、なんかそういうのが好きで、なんかこのどんだけ吸うんだよっていうくらいの感じの、あの昔はやっぱ喫煙者多かったからさ、なんかどんだけ吸うのっていうくらいのデカさの灰皿があったりとかさ、なんか道の至るところに当たり前のように灰皿があったりさ、そういう吸い殻入れかで、そういう風景がやっぱりあるから、やっぱ自分の中での原風景の中に入っちゃってんのかな。なんかこのほんと吸わない、俺は吸わないんだけど、なんかそのタバコを吸う人がいる感じの場所、なんかやっぱちょっとアングラ感もあるじゃん。今の時代特にね、なんかこの大々的にこう外でタバコ吸うのがちょっとね
なんか吸いにくい感じの空気感がある中、そう、まあここも路地裏だから全く大々的ではないんだけどね、そう、なんかでかい灰皿が置いてある感じがまたいいなと思って、でこことかの雰囲気もいいよね。また室外機がもうここいろんなお店のさ、室外機がもうガーッとあるんよ。で裏口があったりとか、でなんかその本当通り抜けるだけの場所ではあるんだけど、でなんかこの壁も汚いでしょでなんかスプレーで落書きされてた、されてたり、うん、でこういうのたまんないんだよな。なんか室外機の配管あれも汚いじゃんああいう感じがやっぱねいい。触りたくはないけど触りたくはないけど、やっぱ写真撮るときはこの風合いが出るというか、うん、なんかまっさらな感じよりなんかこのすすけた感じがすごくいいなと思って、また多分気が向いた時にこの場所も撮影しに行ってみると思う。まあ、なんかそんな変わり映えがする場所ではないから、なんかいつ行っても一緒っちゃ一緒なんだけど、まあ、それもまたなんかいいというかね、気が向いた時にまた行ってみようと思います。福山市周辺のなんかこういうもうものすごいマニアックな話とか、まあ、最新情報も時々出るかな、わかんないけど、うん、興味がある人はチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。終わります。ありがとうございます。